それでは続きやっていこうと思います。前回でね、ようやくなんかクロノトリガーとのつながりが明確に見えたって感じの回だったかなと思います。まああとね、キッド自身も気になりますけれどもね、どうしてもなんか見た目がね、ちょっとなんかマールに見えてきちゃうんだよなというね、かかり合うのがちょっと気になるところであるんですけれども、やっていきますか。一晩寝てすっきりしたかい、そこから外に出れるか、早く元気な姿見せてやんな。よむ、やっと目を覚ましたな。コルチャに礼言っとけ。崖から落ちた俺たちのこと助けてくれたのかな。ああ、コルチャ、サブストーリーで出てきたね、あの船に乗った男の子ですね。あまり気にすんな、運び屋として当然のこと、あれも仕事のうちだからな。まあ上から落ちてきた時はさすがに驚いたけどよ、落ちた先が海でよかったな。にしてもたくしょうがねえな、お前も。あのくらいの高さから飛び込んだくらいで気を失っちまうとはよ。俺なんかこのくらいの傷じゃびくともしや。え、大丈夫？うなんだこれ、すげえ熱だぞ。この前に診療所があるんだ。とりあえずこの子をそこへ連れて行った方がいい。ほら、お前も手伝えよ。どうやらその子はヒドラの毒にやられたようだ。もってあと2日か。ヒドラの体液があればその毒を中和できるんだが。毒先生、そのヒドラの体液があればその子は助かるのか？それができないのよ。ヒドラはもうこのエルニドには存在しないの。なんだよそれ、どういうことだよ。ヒドラそのものは非常に希少価値の高い生き物なんだ。その血、肉、骨、すべてに利用価値があり、万能の薬とも言われている。それが原因で数年前このエルニドで大規模なヒドラ狩りが起きたのさ。結果一つの種がこの地上から消え失せたのよ。一つかみの財産のためにね。その体液を探す手だって何かないのかい。大陸に渡れば可能性もまだあるんじゃ。そりゃ無理だ。この時期のエルニド海は潮がきつい。よほどの大型船でもない限りこの海域から出ることはまず不可能なんだよ。仮に行けたとしても見つかるとは限らない。何よりも時間がなさそうよ。そう、2日ですからね。ちょ、ドク先生どこ行くんだよ。何も解決してないんだぜ。しばらく一人にさせてくれないか。え、どうされました急に先生。ねえムー君どうするのだ。このままじゃキッドが。なんだよ、なんかの冗談か。ちょっと待ってろ、俺が先生連れ戻してくる。めっちゃいいやつじゃんコルチャ。あのおばさんさ、娘にねえ、コルチャと遊ばないでとかって言ってたけど、いきなりぶつかってきて、なんだないだろう、レギシャーズのやつだな、お前。あ、お前は、あれ、山猫の手先じゃないの？そう、つくよみ。はは、やっぱこいつダウンしてるや。ねえ、もう、ほっときゃいいじゃん、あんなやつ。なあ、ねえ、この子はどう関係してんだ、きっとと。へんてくりんな格好しやがって、誰なんだよお前。まあでも山猫の近くにいるんだったら、まあ確かにキッドは邪魔だよなとは思うけど。うるさいな、あいにくニワトリ頭に用はないんだよ。あたいが用のはナムーンなんだからさ、会話を咲く。うるさいから黙ってんのよ、タク。いきなり部屋に入ってきて、ほっときゃいいだの好きかって言いやがって。なんかムカつくなお前。やれるもんなんやってごらん。ニワトリにやられるようなつくよみ様じゃないよ。おお、単純だね。からかいがいがあるってもんだよ。本当はただこいつの様子を見に来ただけなんだけどさ、楽しませてもらったよ。あ、投げキスいただいちゃいました。よ、お前の周りにあんなのしかいねえのか。なんかポシュルが一番まともに見えてきたよ。ポシュルとレナ。あ、
なんだ、ちょ、私のことを思って、ちょっと、言ってやれよ。そうだな。きっと。うん、お前にこれを預ける。俺の大事なお守りだ。星色のお守り袋。思い出せ、ムーン。あの預言者の言葉を。すべての始まりはどこだ。天使の迷う場所は思い出すんだ。もう休め休め。さっきの話聞いてただろ。この世界にはもうどこ探そうとヒドラはいねえんだぞ。おまけに大陸には渡れねえ。ね、なんか潮がきついって言ってたね。エルニドだって狭くはねえんだ。そんな条件でも万に一つの可能性を信じようってのか。知り合って間もない、それも盗人の娘のためにあるかどうかもわかんないものを探そうってのか、お前。おい、どうするんだ。いや、探しますよ。よし、なら俺も一緒に行ってやる。仲間なの、コルチャ。交代するメンバー。ちょ、久しぶり。レナ。あ、どうしよう、ポシュル。属性がな、ポシュル行くか、久しぶりに。そう、キットがね、ダウンしちゃったんで。ところでお前、行くとは言ったものは何かこと、心当たりあるのか。ないです。そんなことだろうと思ったぜ。にしてもこれからどうすりゃいい。残されたのはあの子のお守りだけか。巫女様に会ってみるのはどうかしら。そのお守り一つからでも何かわかるかもしれないし。なるほど、巫女様か。へえ、巫女がいるんだ。竜神の力を代々受け継ぎ、村を治めてるのが巫女様さ。まあ村長みてえなもんだ。後の話は表に出てからだ。俺のボートが止めてある、そこで話そうぜ。なんだお前、メルンとこのルチャじゃねえか。あれね、なんかさっき見えたよね、影。え？え？あの前回の山猫のメルンのやつ何やってんだ。どうした、ただの猫だぞ。おかしなやつだな。ほら、さっさと行こうぜ。すぐにでも出発してどこだが、何の用意もなしで立つのはまずいだろ。俺はここで待ってる。出発の準備ができたら声をかけてくれ。時間はねえんだ、急げよ。だって巫女様に会うならこの先をまっすぐ進んで商業島の2階を左に行け。竜の社と呼ばれる塔がある。まあテルミナに比べりゃここは小さい村だ。迷う心配はねえだろうよ。ありがとう、いいやつだなお前な。じゃあちょっとね、あのエレメント買ったりとかしたいんだよな。不要になったエレメントと素材を交換してあげるよ。え、そんな不要なエレメントなんて出てくるのか。あ、装備、なんか装備強化とかあるんだ。あ、鍛冶屋さんね。ブロンズソード、ブロンズピック。あ、はい。この村にいる味、人間のことが好きだ。でも中央から追いやられたことを未だ忘れない仲間も多い。そんな仲間たち集まってできたマブーレという村がある。船でずっと南東へ進んだとこ、でかい島ある。そこマブーレ。へえ。エレメント買いたいんだが。ドック、また私の手からかけがえのない命がこぼれ落ちようとしている。昔と同じだ。私はあの頃と何一つ変わっていない。なんて非力なんだ。あ、なんか可愛い子ちゃんがいるんだけど。それであなたはその手からこぼれようとしている命を投げ出すの。それは違うでしょ。今あなたがやらなくて、一体誰がその子を生死の境から救えるというの。昔のあなたのことは知らない。でも過去にとらわれて生きるのは苦しいことよ。
今あなたにできるのは現実をしっかり見据えること。逃げるのは罪じゃない。でもそれでは何も生み出せない。だが私には一つだけ違うことは、今あなたには力がある、力があること。医者としてのね、それは 村のみんなが認めていることを。一人で思い悩まないで、今ここで投げ出したら過去から離れられなくなる。彼らに失礼なことをしてしまった。医者として失格だな私は。お、やってくれんのかお医者様。突然なんか輝く素材を君たちは目にしたことがあるかい。なんだろう。今では誰もが持っているエレメントだが、中には召喚エレメントなる特殊なものも存在するんだよ。六属性を象徴した力の発現、その力が起こす不思議な現象で得られる未知の素材、それが輝く素材だ。より洗練された武器や防具、またはアクセサリーなどを作るのに欠かせない素材でもある。まあ職人の腕にもよるがね。へえ。最近は昔に比べて人が少なくなったよ。時代とともに古き教えは消えゆくものなのかもしれない。じゃあお買い物どこでできるの。お買い物はエレメントショップはないのか。あ、おお、見せて見せて、エレメント。ちょ、タブレットめっちゃ買ってこう。20個あればええやろ。お、ティア、風回復、やけど回復、デトキシン、ディスパース、捻挫とかあるんだね。リーフ、あ、エアー操作強かった。なんかそんな高くないからいいよね。アップリフト、ディスチャージ、レーザー、シューティング、ヘビーブロー、これ黒だな。6個ぐらい買っとくか。ゲットソウル、稀に魂を抜き取る、シューティング、小粒隕石落下、レーザー、とりあえず回復あればいいかな。この辺もあった方がいいのかな。状態上回復、まあいいか。とりあえず変えたからいいや。エルニド海はるか南東に俺たちアジンの故郷マブーレという村がある。でもあの村にいる仲間、人間のこと嫌ってる。海の男たるもの、舵取りも大事だが、海の上じゃいつ何時何が起こるかわからないからな。はい、まだなんか地形とかよく分かってないや。戦闘、でもさ、いざとなったらさ、あの雑魚敵倒してさ、ステータス上げればまあ倒せそうであるよね。どのボスも。この村の北に位置する土竜の島は、古来より竜の眠れる地と私たち民の間では呼ばれています。数年前までは地表を砂で覆われていたのですが、その地表の砂は一夜にしてかき消えてしまったのです。へえ。ここは住居棟ね。あ、なるほど、ここでお世話になったのね。あ、コルちゃんのお母さんなんだこの人。へえ。コルちゃんのママに助けてもらったみたいですね。あ、これ上にも下にも行けるドン。ここコルちゃんの部屋かな。なんかアイテムとか落ちてそうだけど。こんにちは。兄ちゃん見たとこ新顔だね。このワイヤーが何か知ってんのかい。知らないなら特別、え、じゃあ払うよ、お小遣いにしな。はい、代金に見合った分のレクチャーをしてあげる。このワイヤーは船着き場までつながってるんだ。ここと、あともう一つ、社のとこで合計2つ。船着き場までのショートカッツってやつさ、歩くより断然早いし、かつ気持ちがいいんだぜ。まあ、なんては戻ってこれないってとこかな。早い話がいい。あ、一通なんだよね、こいつ。へえ。下にも行けるっぽい。あ、メロちゃん。何、邪魔しないで、集中集中なんだから。あ、ここがあれか、コルチャーのお部屋か、と妹ちゃんの。
へえ、なんかこういうところいいよね。なんか穏やかな気持ちになる。なるほどね。じゃあ社に行くか。風になるですか。あ、ここからあれか、港までつながってるんだね。この世界にはね、偉大なる6匹の竜神様がいるんだって。邪悪なる魔を封じ、永遠の繁栄を大地に約束せん。これ遠い遠い昔からエルニドに言い伝えられる古い詩だよ。竜神様ってどんな姿してやのかな。全員倒すことになったりして。ディレア様、はい、お邪魔します。ようこそ竜の社へ。私はディレア様に仕える巫女スティーナと申します。何か迷いが終わりでこの社へ参られたのでしょう。どうぞ遠慮せずディレア様にお話を。仲間がですね、随分と若い。それでいてとても静かな風の持ち主だね。はて、それにしても妙な風が取り巻いておる。時にそのような風をまとう者がいると聞くが。それはまことか。この世界でお主はすでに死んでいると。なるほどの。妙な風が取り巻いておるのはそういうわけか。元の世界へ帰る術はさすがのわしにもわからぬ。だが事象には必ず何らかの理由が存在するもの。すべてが始まりしち、そこに唯一の手がかりが残されておるやもしれん。お主が言う世界と異なるこの世界とを結ぶ次元の揺らぎとでも言えばよいのかな。次元の揺らぎ。あなたのいた世界とこの世界の事象が少なからず変化しているのなら、毒に倒れたその娘を救うことができるかもしれません。滅びたヒドラ、未だ生きていればの話ですが。このエルニドは遥か昔より竜の眠れる地と呼ばれています。竜の名を持つ島々、そして各地に残されている亡き竜族の遺跡群、あなた方は知りませんか。すなわち白竜人の天竜、騎竜人の土竜、保水竜、ほう、亡き竜族が残した遺跡の中で古竜の砦は 今もなおその遺跡の機能が生きていると言われています。その遺跡を起動するには竜の涙と呼ばれる竜族より伝わりし宝玉が必要。我らが祖先が亡き竜族との共生の証として授かり、代々竜の巫女に受け継がれしものなのじゃが、何者かが竜の涙を奪いこのガルドーブより持ち出してしまったのです。その目的が何であるか分かりませんが、太古の遺跡を起動しようとするならば大いなる災いを呼ぶことに。我らが民もその行方を追っておるのじゃが、一向にその行方はつかめない。へえ。あ、なんかお話があるけど、あ、これとりあえず気になるのはこれかな。いてついた炎、キットが探してる。辺境のこの地では聞いたことがありませんね。ただ我々古き民の間で語り継がれる光伝に炎に関するものがあります。それがあなた方の言う炎と同一のものかどうか私には分かりませんが、お聞かせしましょう。気をつけろがいい。お前が炎を見つめるとき、炎もまたお前を見つめてるような。なんか聞いたことあるぞ。この構文。それはお前を新しく生まれ変わらせるか、骨も残さず焼き付けてしまうだろう。エルニドに伝わる古き詩に偉大なる六竜神が封じた魔という言葉があります。その後に語られた言葉があるのです。世界を覆い尽くさんとした邪悪なる炎と。邪悪なる炎、それがもし凍てついた炎のことを指しているのなら、決して我々人が触れてはいけないもの。真実はわかりません。なるほど。あとは気になるのはこれかな。始まりの地、それがどこであるか私には答えようがありません。ですが事象には必ず何がしかの理由が存在するもの。あなたがこの世界ではすでに死んでいるという以外に何か強い意志の力が働いているように思います。なるほどね。はい、じゃあお守りを見せなきゃいけないよな。星色のお守り袋。ふむ、このお守りは何やら強い力を秘めておるようだね。若き風を気をつけるがいい。こうした強い力は時に不思議を起こし、知らぬ世界への扉を開くという。え、
この人に見せればいい、もしくはあれ、あれ、ちょっと待って、お姉さん、え、なんか森っぽいな。え、おばあちゃんに見せればよかったんだよね。いいんだよね。そうだよね。星色の、うん。この人はいいのか。じゃあ、コルちゃん任せ、待たせてるし、行けますか。風になるです。はい。スタンバイ OK です。これ気持ちいいよね、これね。しゃー。よし。あ、そうだ、エレメント。配置しておきましょうか。これなんかさ、おすすめ配置っていうのあったから、これをちょっと使っていこうかなと思いましてですね。あれかな、ちゃんと回復系あるかな、回復系。あ、あるあるある。ヒール欲しいよな、いろいろと。オッケー、行こう。本当にいいんだな、後でやっぱり戻るなんていうのだけはなしだぜ。そこらへんよく考えろよ。いや、いいよね、大丈夫だよね。オッケー。まあ、逃したら逃したらしょうがない、サブイベントとか。戻ってきたぞ。ほら。誰の許可があってそんなところにボートを止めてんの。さっさとどかさんか。他に止める船もないんだろ。それは問題だよね。私が言いたいのはだな。私はこんなものなぞ。なんだなんだ、賄賂か。このかぐわしい香りと微妙なとろみは、龍族は伝えたという幻の名所、龍の困り。こんなこともあるだろうか。母ちゃんの台所がちょいとな。香りの気が変われば、また許可がおりんかもしれん。その時は。あ、また持ってきてやる。買収してる。小僧のくせに分かっているな。急がねえと、あの子の命が危ないぞ。あんたたちだけじゃ足りねえか。オイラも一緒に行ってやるよ。おお、コルチャが一時的に仲間になった。やった。え、じゃあどうしよう。じゃあスラッシュとコルチャ入れ替えにするか。はい。ということで、じゃあ今回はここまでにしておきましょうかね。あ、なんか仲間の加入もあるっぽい。じゃあ次回はそこからやっていくか。テルミナの町に戻ってきたということでね、セーブして終わろう。これちなみにね、選択肢でキットをね、助けないっていう方を選ぶと、なんかグレンとかが仲間になるみたい。あの館にいましたね、あの兵士さん。そっちのルートも気になるけども、私はなんか感覚的にあの助けるを選んでしまったのでね、このルートでやっていこうと思います。はい、ということでお疲れ様でした。